塊にすると一気にごちそう感出ない。特にお弁当にはいいよこれ。ビールも合うしご飯も進む味付けで、もやしのシャキシャキ感とこの周りが豚肉で、ほんと塊肉食べてる感じだし、このタレがまた美味しい。いやー効くね、今日のこれはビール合う。どうも令和のケーシー高峰笠原です。よろしくお願いします。どんな感じでしたね。あれわからないよ、ケーシー高峰さん。お医者さんの漫談みたいな感じ、一人でホワイトボードにいろいろ書いてね。まあこのね、痔の患者さんがね、集まって7人集まって話し合うことを、まあ業界では G7 と言いますとか、そういう感じ。子供の頃ホテルお医者さんかと思ってたけど、医者じゃないです。じゃあ笠原さん、はい、リクエストなんですけど。リクエスト、アラジンの完全無欠のロックンローラー。完全無欠のロックンローラーって、あたいら女になんとかよってか、多分ね歌ってる女性いっぱいいる。違います、料理のリクエストです。はい、失礼しました。じゃあペンネーム、ショーライス大盛さん。ショーライス大盛いいですよ、チャーシュー麺のチャーシュー抜きみたいな感じね。いつも楽しく見させていただいてます。ありがとうございます。食品の値上げが厳しいので、厳しいですね、安くて美味しいおかずを教えてください。なるほど。リクエストの料理がもやしがメインの料理。ああなるほどなるほど、確かに何でも高くなってるからね。俺もほら、だいたい給料日前、しかもほら無駄遣いしちゃうじゃん。この間もそうよ、ミクロマンいっぱい買っちゃったから。もう全然すっからかん。だからもうもやしね、もやしはまあね、いまだにね家計の味方ですよね。まあさすがにもやしだけだとあれですから、まあちょっとお子さんとかもね喜ぶようなおかずということで、まあ安い特売の豚バラスライス、この2つでお弁当のおかずとかにもなるね、もやしの豚バラ巻き、これいきましょう。まずね、もやしはよくねお料理の本とか見ると、このほらひげ根ね、これで、これをね取りましょうってなってて、確かにねプロの料理人さんはこれみんな取るんだよ。要はね、ここがもやし臭いんだって。だいたい仕込みでこれ取るんだけど、これはよし、じゃあ頑張って今日やろうって方は取りましょう。ちょっとそこまで私今日時間ないわって方は取らなくて結構です。だから今日は私も取らないでいこうと思います。あとね、もやしはね結構ねよくねジャブジャブなんか洗って水につけとく方とかいるんだけれども、もともともやしってね綺麗にも洗って売られてるから、そんなに神経質になる必要ない。でさっと洗う程度でいい。それもやし屋さんが言ってました。もやし作ってるとこ一回行ったことは、すごい綺麗に洗ってるから、だからそんなに神経質になる必要ないです。でこれをね、まあさっと茹でるんで一回火元行きますけどね、その前にね今日これをね豚肉に巻いて焼くんだけど、先にここで調味料も合わせとこうと思います。これお酒ね、お酒、お砂糖、お醤油、お酢、お味噌ね、お味噌。今日ちょっと辛くしようと思って豆板醤。でもお子さんが食べるとか、別に私辛くなくていいわって方は豆板醤入れなくていいです。だからこれもよく混ぜ合わせておきましょう。これを後ほどね、タレとして絡めますから。このタレはね、普通に豚肉とか炒めてね、絡めるだけで美味しいですよ。ピリ辛のお肉に合うタレ。鶏肉でもいいし、牛肉でもいいし。覚えておくといろいろ使えます。まあでもこれもビールも合うしご飯も進む味付けで、まあ、こんな感じね。そしたら一回火元に行こうと思いますので、はい、じゃあお湯をねお鍋で沸かしまして、もやしをさーっと茹でようと思います。沸いたところに入れて、もうもやしなんかもう本当にすぐでいいからね、ちょっとシャキッとした歯ごたえが残った方が美味しいと思うから、また20秒ぐらい。じゃあこれで一回ザルに、ね、あげます。熱いうちにちょっとお塩振っといてあげます。二つまみぐらい。パラ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 っと。もやしにちょっと下味ね。熱いうちの方が塩が染み込みますから。それでちょっと全体を混ぜといて。で、もやしをね、まあ塩振って、まあちょっとね、自然に粗熱が取れるぐらいまでこのまま冷ましておきましょう。そうするとこの冷めていくときに水蒸気が飛んで水気も飛びますからね。で、ある程度手で触れるぐらいの粗熱が取れた感じになったら、これをちょっと水気を絞ってあげます。軽くね。これまあね、加減が難しいんだけど、あんまりぎゅうぎゅう絞ってもね、なんかもやしの旨みが抜けちゃう気がするんで、適度に。もう一絞りしたいなぐらいで止めましょう。だカウント 2.5 ぐらいでこのホール、こうね、ホールから逃げるみたいな、そういう感じです。そしたらこれをね、まあ、要は豚バラでね、巻いていきます。これ豚バラの薄切り肉で。
そんなに難しく考えなくていいんで、適当でいいですから、ね、まあこんな感じである程度お肉を並べたら、もやしをなんとなくこう一口分サイズぐらいもこうやってさ、ちょっとギュッギュッってやってここに乗っけてさ、でなんとなくもこうくる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 ともやしがまとまる程度にこうやって絡めてあげて、こんな感じね。とはこんなのもいっぱい作っていくと、もう少しこれをアレンジしようかなと思ったら、一緒にチーズ巻いたりとか大葉とか一緒に巻いても美味しいね。その辺はね、皆さんお好みでやってください。やっぱこう別々に炒めるより巻いた方が、なんかこの塊にすると一気にごちそう感出ない。例えばさ、豚肉とさ、もやしをさ、単純に野菜炒め的に食べても美味しいけど、なんか普通じゃん。でもやっぱこうちょっと巻いてこれが出てくると、お、ちょっと料理したなって感はない、うんうん、特にお弁当にはいいよこれ。なんかほら塊肉を食べてる感があるじゃん。もうほらプロレスラーが来るステーキハウスリベラに行ったような感じだよこれね。知ってる？目黒でしたっけ？あれ目黒なの？俺の家の近所だから。チャレンジャー来たれって書いてあるからね。まだ行ったことあるんですか？いや、行きたいなと思ってるけど。まだ行ったことない。自信はないよ、あれを食べきれる。いっぱいプロレスラーの写真貼ってるもんですからね、うん。ハルク・ホーガンとかも写真貼ったから来てたんだな。今度行こうか。みんなで。みんなで。ちょうどいいよ、ほら。今日またアンドレが来てるから。あ、こいつ行ったら本当に、レスラー、どちらの方ですかって聞けるかもしれないよね。アンドレ・ザ・ジャイアントはね、確かだよ、東京から大阪までね、新幹線で移動する間にね、缶ビールをね、100本ぐらい飲んだ。プロレス大百科みたいなの書いてあった気がする。完全に今料理の情報がない、ね、大丈夫か、プロレス豆知識チャンネルになっちゃったよこれ。ほら、こんなにできたよ。じゃあこれを焼いていきましょう。はい、じゃあ焼いていきますね。フライパンに油を大体大さじ1ぐらい入れて、火加減は中火でいきましょうね。そしたら、まあ今日割は下にして、どんどんもうまだフライパンがそんな温まらないうちにもう並べてっちゃっていいから。で、あとはこうね、まんべんなく最初の面がね、カチッと焼いて固まったら転がしながら全体にまで焼き色をつけていきましょう。あの下火でしたのはもやしとかを取るか。そうね、もやし臭さを取るのと、やっぱりこの焼くだけだとそこまで完全に中心に火が通らないと思うんでね。例えば茹でた方がこうちょっとクシュッとこう丸められるから巻きやすいと思うよ。まあそれでもね、やっぱ私ちょっとこの巻くのも大変って方は、最初に作ったピリ辛ダレでこの豚バラともやしを炒めてさ、味付けしたら、まあそれはそれなりに美味しいけどね。豚もやし炒めになるけど、このちょっと一手間でお子さんとかもこう食べやすいし喜ぶんじゃないかね。昔はあの豚バラで巻かれてるものはテンション上がりました。上がったでしょ。そうなんだよ、俺の子供の頃なんか人気の給食でさ、チキンロールっていうのがあったんだけどさ、それもやっぱ鶏肉でチーズが巻かれてさ、アルミホイルでこう包まれて焼いて出てくるんだけどさ、やっぱそれが給食の日はみんなテンション上がったもんね。うわーって。で、あとはさ、冷蔵庫に例えばね、ちょっと人参が残ってましたとか、えのきとかなんかそういうキノコ料理がありましたとか、だからそれももう一緒に巻いちゃえばいいんだよね。人参もさ、細切りにしてもやしと一緒に茹でてさ、人参ともやしのミックスでもいいし、えのきなんかもね、茹でて巻いてもいいし、椎茸だったら薄切りにするとかさ、もうちょっと冷蔵庫に残ってるなんか野菜の整理とかにもいいんじゃないね。ピーマンとかニラとかいいよね。あとはもう本当にあの薬味系のお野菜があったらもう生のままで美味しいだろ。大葉巻いたり、かいわれ巻いたり、かいわれも安くていいよね。まあとにかくこう転がしながらね、全部にいい焼き色をつけてあげる。よし、じゃあこれぐらい全体にね、いい焼き色がついたら、まずタレ絡める前で余分な油をね、拭いちゃいます。油があんまりあるとタレが絡みにくくなりますんですね。そしたらちょっと火を弱火にして、さっきの作ったでタレを絡めます。あんまり強火だとね、これすぐ煮詰まって焦げちゃうから、弱火にしてあげてね。で、ここでね、ちょっとね、蓋をしといてあげるというね、ちょっと蒸し焼きにするイメージ。これ蓋がなかったらアルミ箔かぶせる感じでもいいから。このね、肉巻き系ってね、結構ね、しっかり焼いたつもりがね、中を切ったらちょっと中の方が少し生だったみたいな、意外とあるんだよ。ここで蒸し焼きにすることでだいたい1分ぐらい。これで完全に火を通してあげましょう。今なんかほら、スーパー行くとさ、もやしってこう、だいたい皆さんパックで買うでしょ。俺の子供の頃なんて、八百屋さん行ったら、
このでっかいバケツにさ、水張ったところにもやしが入っててさ、それをこうすくってね、八百屋のおばちゃんが売ってくれたよ。懐かしいね。1分ぐらい蒸し焼きにしたらもういいんじゃないかな。こんな感じで、あー美味しそう。これはいいね。うん、うまそう。これぐらい煮詰め加減で完成。盛り付けますよ。いや、これはうまそうだね。いいんじゃない、これもう流行っちゃうよ。もう早くスーパー行かないともやし売り切れるよこれ。来ちゃったね、また令和の身のもんた状態。節約レシピだよ。お皿金ピカですね。だ、そういう時こそこういう派手なのを使うのよ。わかる？逆に逆に気分を上げなきゃ、もうこういうもうバブリーな器でさ、バブルの頃思い出してよ。我々世代なんてみんな、あんまり家庭では見ないもん。それでこういうのあんじゃん、なんかたまにこんなのいつ使うのっていうさ、結婚式の引き出物でもらったような派手な器とかさ。でもこれで美味しいけど、あればさ、ちょっと彩りでさ、万ネギの刻んだのとか、貝割れとかさ、大葉とか、みょうがとか、こう、ちょっと散らしたらいいんじゃない？はい。じゃあ完成。もやしの豚バラ巻き、出来上がりです。では、いただきます。あ、もう、香りがいいね。いただきます。すごいね、完全にチャレンジャー浸れって感じですよ。もやしのシャキシャキ感とこの周りが豚肉で、ほんと塊肉食べてる感じだし、このタレがまた美味しい。これはご飯が進む。もうダメですね、もうこれね。いやービールください、矢部さんお願いします。いやー助けて。あ、なんか今日はお前か。アンドレ・ザ・ジャイアントです。いやー効くね。今日のこれはビール合う。そしてご飯も合う。どうぞ。矢部さんも食べてください。この2人が並ぶとサイズの違いがすごいんですよね。ジャキジャキ感がたまらないですね。美味しいだろう。めちゃめちゃ美味しいです。これはいいおかずだよね。マスターおかわり。お前はさ、あれ大したコメント言わない割に食べるのが早いんだよ。あれもうなくなる。これ致命的。多分一番ね、食レポに向かないタイプだね。もうテレビだから。ありがとうございます。すいません、お腹すいちゃって。もう、でも食レポじゃないんだよ、食事に来てるんだよ。レポじゃないんだよ。みずみずしいですね。いいシャキシャキ感でしょ、もやしの。ご飯進みますね。これご飯進むね。豆板醤入れてるけど、お子様でも食べられるぐらいの辛さですね、これだったらね。俺だってもう興奮して汚しちゃったもん、もういきなり。もうこれ気をつけてみんな。これ食べるときは、白衣、白いタキシード、気をつけてください。アンドレス、矢部さんを見習って、ちょっと食レポを、ちょっと腕を磨かなきゃいけないですね。うん、なんかこう、面白いことも言わないじゃん。でも、YouTube 出たかってますし。その割に出たがるんだよ。だから昔のズームイン朝のね、徳光さんの後ろに来てずっとこうやってるやつ。別に面白くないのに、スケッチブックとかでこうやって、よしきとかやってこうやってやって。大体そういうタイプだな。うん。